はいみなさんこんにちは。Welcome back to my channel. これからみなさんに見せるのは私がポッドキャストにアップロードしている会話の一部です。今日はみんなどれくらい聞き取れるか挑戦してみましょう。これはさゆりセイングのさゆりさんとの会話です。さゆりさんもポッドキャストをしていて、さゆりさんのポッドキャストは初級の日本語学習者にすごくおすすめです。 いろんなトピックについて話しているし、あと声もすごく聞き取りやすいです。まだ聞いたことがない人は、ぜひ聞いてみてください。OK! じゃあ始めましょう。えー、二つ目の質問なんですけど、うん、さゆりさんの理想の一日はどんな一日ですか朝起きてから寝るまで。えー、そうですね、まあ。理想の日常的な一日って考えてもいいですかはい。はい。 これ時間とかも言ってもいいですかうんうんうん。もちろんもちろん。<laughs> まず、あの、朝6時半ぐらいに、あの、起きますね。うん。で、まあ、私、朝が好きなんですよ。だから、朝起きて、あの、なんか、ベランダ見ながらコーヒーを飲んで、で、えっと、朝ごはん作って、8時ぐらいから日本語の、 レッスンして、お昼ぐらいまで、まあ、12時ぐらいまでレッスンして、その後、えっと、まあ、海の近くに住んでいるんですけど、あの、近くで、まあ、ピクニックとか、あのフリースピーとか、友達として、で、本を読んだり、映画見たり、まあ、好きなフリータイムで好きなことして、で、4時にスーパーに行って、<laughs> 買い物して <laughs>、で、 5時にご飯作り始めて6時に、えー、ご飯を食べて、うん、で多分7時ぐらいからぼーっとしてあの8時ぐらいにお風呂に入って、まあ、10時ぐらいに寝るっていうめっちゃ健康的ですね <laughs> 結構今の今のさゆりさんの生活ですか <laughs> そうですね最高じゃないですか、はい、じゃあ今もう理想の生活をしてる ですね。そうですね。まあこれが理想なんですけど、まあもちろんそういかないときの方が多いので、まあでもベースはこれがまあ理想でまあですね。はい。うんうん。うんちょっと似てます。あ本当ですか？ええ。<laughs> 私<も>さんのも知りたい。私のうちは結構自然に囲まれたところなので、あの。 理想ですよ。今じゃなくてね。うん、<laughs> 自然に囲まれた家に住んでいるので朝、うん、えっとさ湯を飲みながら自然を感じて、うん、一息つきます、うん、まず。うん <laughs> で海の近くに住んでるので <laughs> それも理想あ今今住んでない <laughs> <も>これ全部ね理想の理想の中の話ですよ。 海の近くに住んでるので、うんはい、歩いて10分ぐらいのところに、うん、海岸があるんですねきれいな<ー><で>なるほどでそこをこう潮風を感じながら、うん、散歩したり走ったりします、うんうん、で結構そこには、うん、近所の仲のいいおじちゃんとか、まあ、おじいちゃんとかおばあちゃんが歩いてて朝から「おはようございます」って、うん、みんなとこうあ,<ー>あいさつして。 なんだろう、うん、ああ今日もいい一日だなと感じてで <laughs> 帰りにえっとめちゃくちゃ詳細ですけど大丈夫かなめちゃめちゃ <laughs> 詳細だったから <laughs> めちゃめちゃ細かいところまで言うと帰りにすっごくおいしい果物屋さん八百屋さんがあって、うん、でそこで新鮮な果物と新鮮な野菜を買って。 家に帰ります。でその買った野菜とフルーツでスムージーを作って朝からグリーーーンスムージーを飲みます。<laughs> 今飲んでないですけどあ今理想は。<laughs> 想は <laughs> 仕事は、うん、今やってみたいことがあってうん、うん、さよりさんも前話した時言ってたと思うんですけど、うん、ガイドの仕事やってみたいんですね。 世界中の人が日本に来てくれるじゃないですかうん、うん、だから日本の文化とかお寺とか神社とかを紹介するガイドがしたくて、うん、朝はガイドの仕事をします、うん、えと9時から12時ぐらいまでその人たちをいろんなとこに連れて行ってめっちゃ仲良くなって友達になっていろんな話をしたりして、うん、やっぱ人が人が好きですね私結構うん、うん 人と交流してでそのとうんえっとねそう日本語レッスンも好きなので、うん、1>, 1時間か2時間ぐらい日本語のレッスンをして、うん、世界中の人と話して、うん、で私夕日見るのが好きてる瞬間がもうんだろう、うん、ああ生きてるなって感じる瞬間なので。うん で,で海また海に行って海辺で夕日を見ますその後、お風呂に浸かるのが好きなのでお風呂に浸かって今日一日の疲れを一日の疲れをとって夜はお気に入りの映画を見て、うん、で10時ぐらいに寝ますあ一緒ですね寝る時間。<laughs> 10時に寝たら、やっぱり次の日、 すごいエネルギーが出てくるので、うん、理想は十字ですね。わ <laughs> かります。オッケー皆さん、どれくらい聞き取れましたか全然聞き取れなかったという人も、毎日自然な会話を聞いていたら、慣れてくるので大丈夫です。どんどん聞き取れるようになります。で、さっきも言ったように、この会話は、ポッドキャストの会話の一部です。 全部の会話はポッドキャストで聞けます。今の動画みたいに私のポッドキャストでは日本人同士の自然な会話をシェアしています。で、もし私がポッドキャストにアップロードしている全部の会話とソロエピソードのふりがな付きトランスクリプトが欲しい人は ぜひサブスクに登録してください。月額4ドルで私がポッドキャストにアップロードする全部のトランスクリプトがもらえます。で、振り仮名付きなので漢字がわからない人でも全部読めるし、会話を聞きながら漢字の勉強もできます。で、私のポッドキャストでは会話だけじゃなくて、ソロエピソードで日本文化についても話しています。サブスクに登録するとソロエピソードの英語の翻訳ももらえるので、 内容が少し難しくても全部わかります。月額7ドルでは今日の動画みたいに表現や単語付きの動画が見れるので会話でよく使える日本語も学べます。まだ初級であまり自然な会話に慣れてない人でも会話についてこれると思います。あと7ドルサポーターの人は私の限定 YouTube ライブにも参加できます。 日本語で自然な会話ができるようになりたい人は、ぜひ試しに登録してみてください。日本語を教えていて、よく生徒さんやフォロワーさんから聞く悩みは、日本語の文法とか単語も結構知ってるし、もう JLPT の N さんに合格したのに、まだ会話ができないということです。やっぱり日本人と会話ができるようになりたかったら、 いっぱいネイティブ同士の会話を聞いて会話で使える表現を学んでネイティブの真似をするのが一番効果的だと思います日本に住んでる人はそれが自然にできるけど自分の国で日本語を勉強してる人は自然な会話に触れる機会があまりないですよねでも YouTube やポッドキャストでネイティブ同士の会話を聞く練習をするとだんだん自然な日本語にも慣れてくるし もっと自然に会話ができるようになります。私も昔は英語が全然話せませんでした。文法も単語も結構知ってるのに全然話せませんでした。日本に住んでいたのでネイティブの英語を聞く機会も少なくてなかなか英語が上達しませんでした。 でも、ほぼ毎日英語のポッドキャストを聞いたり、YouTube を見て、自然な英語に触れていると、だんだん理解できるようになってきて、で、ネイティブの話し方とか表現を真似し始めたら、だんだん会話ができるようになりました。さっきの会話を聞いて、ああ、全然聞き取れないと思った人も、あまり日本語での会話に自信がない人も、 コツコツ続ければ絶対自然に話せるようになります。私の会話動画とかポッドキャストが少しでもみんなの役に立ったら嬉しいです。こういうコンテンツを作ってみんなの日本語の勉強が楽しくなったらいいなと思います。私のポッドキャストでは日本語でいろんな人といろんなトピックについて話しています。皆さんがいろんな単語や表現を学べるようにこれからも頑張ります。 もしできればサブスクに登録してサポートしていただけたら嬉しいです。この動画が良かったと思った人はいいねとコメントもお願いします。いつも私の動画を見てくれて本当にありがとうございます。また次の動画で会いましょう。じゃあまたねー。